どうもボビーアトレザーのボビーです。今日はですね、えー、11月27日ね、金曜,もう金曜日ですよ、週末ですよ、まあっという間ですよ、ねえー、87回目のお配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレザーのボビーです。えっ、ー、とですね、えー、今日はもうね、大阪はですね、えー、ま,まあまああの秋,秋晴れっていうかね、そんな感じで、えー、なんか金曜日もう週末ですよね。なんかああね、いかがですかね。 えー、ちょっとキュッと冷え込んでますね、うんでまあ、冷,冷房しか暖房エアコンね入れるほどではないんやけどちょっと底冷えするかなって感じのおアトリエからお届けしてますね今日も制作、まあ、をですねずっと <laughs> いろいろやったりしながらねあとまあ,あのこの11時過ぎたらですね大体、えー、まあまあ今日のお配信どんなテーマにしようかなとかでね考えるわけですよ。うん ねでまああれですよ、ねこの二千二十年の挑戦ね、まあ今年しか使えへんからね、このケムウルジール人の時のねあのスクリーンショット撮ったんやけどね、うんんね皆さんまあ僕の場合は、あ通常のね、えー、配信と、おじゃあ,あのねあのねあ制作とお同時にですね、えー こういうい、ね、ライブ配信を初めて、まあね、機材を揃う、まあまあ、できる範囲で揃えてですね、うんえー、ライブ配信を、まあ、87日かな、えー、まず、ね、コツコツとつ続けていっております。 ねえー、今日はですねまあ、ほんでまああれですよねいろいろまたあなんかいろんなことがあったみたいですね僕もうテレビもね見なあかんなと思いながらですねニュースとかもおおおもうちょっと知っとかなあかんなとか思ってねいつもまあ、ねここにこもってばっかりなんでねもうまあ映像もほとんどなんかタイムリーっうマイブームなもしか <laughs> 目に触れてないんででそんなですねあのー まあ、もずこれ僕もこれ,これリ,リモートワークっていうかなこれ配信ですよね、うん、だからこういうね、あのー、配信的なことがあもっともっとポピュラーに今以上にね、うん、なってくるような気がしてねでやっぱりその時にふっと思ったんですよねあのー、なんかちょっとこう一つね個性的なものがこ,こ,こっから上ぐらいでしょ。ねあのー、なんかこう ストッピングにハットとかね最適なんじゃないかなと思ってね、まあ、ちょっとその話をしたいかなと思って、まあまあ、えー、ボビーアートレザーという、ね、イメージパッチされたらねどんなイメージをねも持たれますか、ね、あのーまあ、ロックテイストのねハンドメイドハンドステッチでですね、えー、ロックテイストのレザーをね提案して制作している まあ、あのー、もう1対1の <laughs>、えー、レザーブランドですけどね <laughs> 本当に、うん、でそっからですねあのー、それまでですね僕もキャスケットとか、まあ、キャップとかいろいろかぶってたんですけどででまあ年齢的に、えー、いろいろねこう帽子もやっぱハットとかの方がジャケットとかなんか合わせた時にちょっとハットの方が あしっくりくる、まあ、かなあと思ってで、まあ、当時、あのー、ウエスタンハートとかはね持ってたんですけどねちょっとあのー、目を引くわけですよねあのいろいろ目を引くわけでもないか、うんまあ、普段その当時は、まあ、勤めてたんでね、あのー、毎日行くじゃないですか。 でもあのずっとウエスタンハットをずっとかぶってるからウエスタンハットとかまあいろいろハート系なんももろもろ持ってるけどでまあ,あのせっかくこう自分がねボビアドレザーをあのやっててねハンドステッチでねこう作ってるようなあまあフォークロワな感じはまあまああ古着屋さんで見つけたり見つかったりもするんですけどじゃなしになんかこうね <laughs> あのチャチな感じじゃなしに何かもう作り込んだ感じの,あのし,しっかりめのやつってなんかないかなと思って探しててほんでまああの,あの,あのこう大げさでもなくあのこの、まあ、毎日ポンと被って、えー、いけるようなかあの出かけることもできて、えー、ちょっとこうトッピングできるようなあの個性をねに引き立てるようなで,でも僕なりにできへんかなと思って当時ですね、えー、あ今もね今はまあこんな感じになってますけどね。 うんまあまあ、ボビー・アトレザーの絵で貼っといたら、まあ、今こんなあ感じにラインナップとか、まあ、いろいろねこのブログのねあのー、に載せてますんで、あのー、ぜひね、あのー、見てくださいまあさい、まあ、年間今までまあまあ,あ制作してるんじゃないですてねあのー、このおーホームページに載せなかった作品も入れたらねあの定番のねものはもうほとんどおあれですけどね最初はこれですよ。うん ねえー、僕のもうこれ「2010年」って書いてますからちょうど10年前に、えー、走り書きでね、えー、書いたんですよねなんか移動中やと思いますわどっかで、えー、なんか形にしたいなちょっと自分なりにはこういう形のが欲しいなっていうんででまあちょっと当時このひっかきと見たあ、ね、当時はあのどっちかノートって言っても何て言うの線の入ってない グリッドのやつかタイプかあのつるんとしてるプレーンなあーもうです、ね、あのシステム手帳の A6 のサイズの、ね、システム手帳で、えー、持ち歩いてたんででにパ,パパッと書いてあるんですね,、まあ、そ,れのねそれがこう誕生したのが後に、えー、誕生したのがこのおバルハットですね、えー、これは、まあ、あの初期のタイプかな今もちろん今でもお選んで頂ける方も多いので、あのー、ご愛用いただけますけどね これをベースにいろいろこうちょっとこう進化させていてまあ今はまあバルハットネオっていうのがあってまあこれもバルハットネオの進化系かなえブラックスイングのねうん個人的におすすめはこれですけどねあのなんて言うのまあ片押しなんですけどこの素材はですねくしゅっとなってもパッと戻るしうんあの扱いやすいですねまあ軽いですしね、う。ん ほんで,でこれあるですよあのブラックスシングルねえ、えー、実はあ世界的なあの、えー、シルバー作家ですね、えー、トラヴィスさんもねトラヴィス・ウォーカーもからねあのオーダーいただいてね、えー、<laughs> 多分あのアメリカのアトリエにちょこんと置いて,置いてると思いますね。 うんまあ、なんかそれを写真をまだ前いただいてねだいぶ前にこうなんか嬉しかったですね、うん、あの巨匠のアトリエにここの大阪の下新城の <laughs> でね作品で生まれた作品があるっていうのがあ嬉しいじゃないですかね,あのねやっぱり名だたる世界的なああのシルバーアーティストのねところあの <laughs> 工房にあるっていうのはね いや、嬉しいです。ありがたいですね。まあ、そんな感じですね、僕、やっとジェリーさんも、あの、バンアンバングのジェリーさんも。ここボビ、ーこれ、ええやんか、ええやんか、という感じで、まあ、ええ、か、か、ええやんか、とは言ってないけど、なんか。やたら、すごい、僕、これ被ってたら、あの、まあ、まあ、まあ、ま海外じゃない、ね、方なんでね。うん。で、まあ、これ、まあ、僕の、作ったオリジナルの方ではないんですけど。あのー、やっとね、最近、こう、あのー、他のもので、見ましたね。 うん、それその靴を買う、まあ、靴,で靴でねあったんですよ、えー、日本製の,、ね、あの手,手作りじゃないなそれ僕も靴はさすがに使ってあの僕も手がけてないんで顔、えー、かどうしようかなと、まあ、カラーリングもねあのまさに僕,に僕好みなあ黒赤なんですよねあのソールが赤なんですよねうわやばいな感じでね、うん、もうそれはまあまあえー、ねえね、ー、え なんかアシックスアシックスなんですけどねでまあ見に行きたいなと思ったりもしてるんですけどね、うん、まあそれはさておいてね、うん、でこれはもうそういう時も非常におすすめですねえー、っとあとだからもう、まあ、定番にいつもねこれ今まああ,あるんですけど「バルハトネオ」これがねやっぱり、あのー、一番 ベース今,今のベースになってるパターンの、ね、あとこれに、えー、このつばのねとブリムって言うんですけどブリムがあちあの狭いタイプと大きいタイプとね大きいタイプはねあのこれのね大きいタイプはねゆかりさんも大門ゆかりさんもねかぶ、えー、ってくれててねあの, <laughs> あですよあの前たまたまあー t ーバーをつけてなんか見た時「高橋ランド」 っていう,ふうにね、見た時にね、あのー、かロケでね、かぶって、あのー、くれてたんですよね。なんか、嬉しいですね, <laughs> ね。あの、<laughs> あの、画面越しに見たら、ああ、とんね。いろんなごもんが、あの、ここで、この大阪のね、下新庄っていうところで、のアトリエでね。まあ、あのー、いろいろ、まあ、ここ、以外で生まれることはまずないんですけど。で、僕以外に、えー ね、僕以外に誰かにやってって,って作ってるわけでもないし全部僕がやってるんですけどねだからここからああの嫁入りに行ったものがね全部いろんなところで、えー、愛されているのがあ非常にこう幸せに感じますねもうその。そういうことをしてあげるためにこういうことをしているような気がしますし、うんあのーでまあ、これは馬側で,で、まあ、ボビーアトリエだね。このね これ L サイズのがあるんでねあのこれ L サイズだったらすぐに発送可能ですんで、えー、L サイズでちょうどまあまあまあ価格もほどあのこの間のいい価格なんで財布とか買うよりもねあのそうそうこれですよあのあの財布とかあるじゃないですか、ね、あれよりも正直レザーをのねあの面積使う面積は非常に <laughs>、えー、多いんですよね。 うん暇も含めだからあのー、これはお買い得ですねこれはまああのぜひ持っといてほしいですねでまああのー、リモートワークとかねこういうねになんかいろいろこうされる方だとなおさらあのこういうハットとかね帽子とか あまあ、キャスケットとかねあいろいろあるじゃないですかなんか、あのーまあ、こういう巻き物みたいなのもんでもいいと思うんですけどおなんか個性を引き,引き立つなんかアイテムにな,なるんじゃないかなと思って僕はまあのおもねあの、まあ、ハットをかぶるハット率高いかな、うん、あの出かける時は9割以上ハットかなもう100%に近いんちゃうかなハットをかぶってますね。 本当にねこのなんてどっかのお,、ね、お店に置いてるわけでもないんですけど、まあ、ここからあー、ね、このアトリエからあーいろいろこうは僕のこの、ね、元から手を離れてるんですけどそれこそ本当に、えー、いろんな方が、ねあのー、愛用してくれててもうそれもいろんな業界の方ねあの 有名問わずねあの使ってもらってるのが非常にねあ,の <laughs>、えー、ありがたいですねもう最初このこの法灯がね誕生し,して形にした時に、まあ、最初このこのイメージはですね妖怪人間ベムがねもし、えー、今おってね、えー、やったらあのベムがどんな皮の,の帽子かぶったら <laughs> あの。 えどんな感じになるかなというものもあったしぺちゃっとしたハットよりもほんでこれもウエスタンでもなんでもなくて何ハットっまあとある方からも聞かれて分からへんねこのジャンルで言ったらもうバルハットですけどね、うん、まああのなんて言うのなあのミシンとかも一切使わずねこう、ままあ、あの形としては。 非常に、えー、使いやすいと思いますし、まあ、これの素材違いでね本当にいろいろ手掛けさせてもらったし、まあ、これをここからですねもうあのリミテッドバージョンで、えーね、こ,のこれまあ当時っ作ってみたのがあの、えー、ボリスっていう名前でですねそのリミテッドバージョンをね、えー、リリースしたんですけども。 それがあね、だん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 こうお進化して,てね、えー、バットボースが、まあ、今あ一番、あのーえー、人気があって、まあまあ、マニア向けかな、うん、で、まあ、いろいろおコラージュしたりとかして構成しているんですけどねいろんな異素材とか使ったりとかして異素材っても、まあエキゾチックレーザーとかねその辺のお、まあ、非常に,、まあま、にマニア度の高い だけどねあのみんなかぶってくれてる方とかだとねまた大体するじゃないですかだからみんなしっくり、えー、やっぱりあの着こなしてくれてるんですよねあのなんか浮いてるわけじゃなくあのそういう感じの,、うん、あのなんて言うのアイコンっていうかね耳になってくれてるのがあ,ありがたいなと思うし。でまあ まあ僕もこうやって毎日のまあこれ実際毎日ね配信してるでしょ。でまあ当時まあボビー・アトレザーを始めた頃から特にねあの人前に出る時があった時にはもう必ずう自分の作品をですね頭に乗っけてるんですけどあのあれですよこれをね帽子をほら かぶれない時ってあるじゃないですか、かぶ、かぶることができないような、シスレーションの時ってあるでしょ。ああいう時はね、逆にね、あの、僕っていうのがわからない <laughs>。みたいでね、あの、紛れ込めるんですね、あの。ああ、いってたなって、僕、後でパッと帽子かぶった時に、ああ、ボビー見てたんや <laughs> って。なんか、そういう不思議な、感じなんですね。べん、変装わけでもないんですよ。なんか、これで、あの、僕の形なんでしょうね。きっとね。うん。 気づかれないですね。うん、かまあ、そういう感じで、あの、なんて、自分、ご自分のですね、あのスタイルの一つにね、トッピングする意味で、えー、特にあのヴルハットとかはね、えー、形もベーシックですし。ただ、あなんていうの、まあ、手が込んでいるという感じがね、あるんで、話の未来にもなるやろうしね。うん。 あのー、おすすすめですね。まあまあなんか別にこれ売り込んでるわけでもないんですよ。うんあのー、まああのなんていうのかなかっこいいかなっやっぱりっ今もこうパッと置いてるす様見てやっぱこれかっこいいなってほ <laughs>、うん、うん、でまあねやっぱりいろいろさあのー、それのねあの素材違いのとかちょっとあのー、雰囲気が違う感じのね うん、あのブラウンにしても違うしうあとはツートンにしたりとかいう形でですねいろいろおねあの集めていただいている方も本当と大,大勢いますしね、うん、でやっぱりそのシーンによってかぶっていただいたりとかしてね、うんまあ、あと特にあのボリスとかバッドボリスやったらあの構成が違うからそのおなんていうのなだから、えー、こうなんていうねあのレザーの。 まあまああのー、こう僕とかは好みなんですけどその脂肪がこうぐにって無駄に入ってたりとかあとボーンとあーね破れ破れ天然で破れたやつってあるんですよねあのこう穴がポッコッと開いてるのとかねその辺のそこにこういろんな皮をこうスライスしてあの,あのなんかこうのぞかしてみたりとかしてねまあそれもあの,あのこう自分でこうアトリエで構成パーツを構成しながら。 パッとこうひらめくときあるんですよね。あのずっとくるとき、そそれにそのに感覚に身を委ねながらですね、であの作り上げていくんですけど、まあそれは特にあのバッドボリスとかボリスとかでしたらね、あのそれこそ二度と同じあれはないですからね。柄もそうですし、うん、あの唯一無二っていうかね、な、うんかコレクションしていただいている方も多いですね。あの僕としてはなんかまあは とのイメージは僕はああのーまあ、僕にとっても代表作になりますね紛れもなく「うんまあのー、バルハットバルハットネオ」今やっぱりバルハットネオかな。うんやっぱうん、でまあ、あのーまあ、僕も個人的に持ってるのはね、あのー、これとお、えー、いつものね、あのー 今日からの、ね、あのカーフのだけしかもう今ないかなあの,あのずっとねあの使い込んでた使い苦しんで、ね、ずっとかぶってた葉っぱもですねそれが欲しいって言ってねあのお譲りしたりとかねはあったりしてあの自分のものはあんまりないですけどねけど自分のものもまあ,、まあ、あの新しいできたら作ってみたいな今あるしいつも思いますよねあの新しい革とかいろいろ出会うでしょ。 まずいつも思うのがこれハットにしたいなって <laughs> これ一応ハットにしてみようかなってねあのなんていうのあのこ、あのー、なんていうなんかまあ,まあハットの説明みたいになってしまうんだけど自分のねあのバルハットのあのねえっとィーズのロックファッションとかのねあのノースビーチでレザーとかそういうヴィンテージのねあの当時の。 やはりあのその構成の要素ハンドステッチの要素を全部盛り込んでるのかこのハトなんですねあのいろんな技というか、うん、それを全部この中に込め,ら込めてるんですねあとやっ,ぱやっぱりそのお革あるじゃないですかレザーでぺっちゃんとしてるでしょだい、まあ、基本的にねあの布と一緒布でもないか。でやっぱりこう 曲線にな立体になった時に初めてこの,あのレザーの表情っていうのがあ伝わるっていうか分かるっていうか、うん、やっぱりこうカットしたこういう面度もそうだしこういう折り曲げたようなこ,の、ね、こういうツヤっとなったとことかあこういう曲名の,のボコッとなったこ,こういうたたずまいとかね、えー、やっぱり立体になった時に初めて生まれる形っていうのがあって、うん、あのこ心に響くというか。 それがね、あのー、僕の中では一番顕著に見れるのが、まあそれはバッグとかねいろいろあると思うんですけど、僕はやっぱハットですかね。うん。で、これはもう絶対もうあの一つはハットは持っておいてほしいなっていうのがありますね。このーまずバルハットのよってね。で、やっぱり上級者の方はやっぱりあのボリス関係かなあのー、が多いですね。うん。まあまあ。 何て言うのかなこれからもね僕は生涯、えー、作り続けていくのはきっとね最後おまあ革ジャンもそうですけどあのハットじゃなかろうかというふうに何か予,予見予感してますね。うん、まあ,あのそういうファッションをね軸に、えー、これからもですねどんどんどんと発信していければなと思いますしね,ね、まあ、そんな感じでね。 それではね、えー、もうお秋も深まってきましたもう金曜日ですね土日ね <laughs> ありますからね、えー、紅葉をね見に行くのもおありや思いますしね、うんあのーまあ、年賀状を書く人もおいるかもしれませんしね、うん、なんかこうゲイアートに触れること音楽に触れることすてきな映画を見たりとかねそういうなんか充実したあ土日をね お過ごしくださいそして金曜の夜もですね、うん、まあこの午後からのお仕事も充、ね、実、えー、した一日をお過ごしくださいあ坂部さんまたねありがとうございますあのコメントをね残していただいてやっぱりあの一言でもねこうやってねあの見てるよっていう感じがねこうやっていつも入れていただけるとねあの嬉しいですしね うん、あのこうやってご覧いただいている皆様ですねまたあー、まあ、アーカイブにもねあのコメントを残してくれててねう、あのー、嬉しかったりしますしね,、うん、ね本当に、えー、いつもね配信あーハートもほわっとなってありがとうございます、ね、スマホからしか、ね、こういうの,あの今リ,アルリアル状況が見えないんでね、うん、あいろんな方がねこうご覧いただいているなとこうね,あね出てくるんでねありがとうございます。 ね、そんな感じでね、えー、大阪のアトリエからねお届けしましたそれでは、えー、またゆっくりお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ